皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画ご覧くださりありがとうございます。今私は青森県三戸町に来ております。桜がまだ見れてとてもいい感じです。さて、私は最近ナッジは人を誘導するのではないか、怖いんじゃないかという質問いただきます。確かにナッジは人を誘導するというふうな意味として捉えられることがあります。ではどういうふうに動かしていくのかというイメージから考えていきます。例としてフロリダ効果という実験のお話をいたします。アメリカの大学生を対象に実験をいたしました。大学生を集めまして、何グループかに分けましてグループワークをしました。グループワークの内容は指示された言葉を使って短い文章を作るというものです。そのうちの一つのグループには明らかに高齢者をイメージする単語を混ぜました。例えばフロリダ、例えばシワ、シルバーなどといった言葉です。ちなみにアメリカに詳しい方だったらお分かりかと思いますけども、フロリダというのはアメリカ人にとってしてみると裕福な高齢者が年金暮らしをする場所というイメージがあります。日本ではなかなかその高齢者をイメージする場所というのはないかもしれません。巣鴨がそうなのかもしれませんね。さて、この短文を作ったグループはその後教室を移動する時の歩く速度が統計学的に優位に遅くなったのです。これはフロリダ効果と言われていて、高齢者をイメージするとその後の行動が高齢者っぽくなるというものです。最初にその印象を与えると無意識のうちにその後の行動もそれに引きずられてしまう。人間はそういった心理傾向があります。その意味でも相手が、誰かが私たちに最初に印象を与えるとそれに我々は引きずられてしまうという可能性があるということを知っておくと、我々もそれに対する対抗策ということができるようになってきます。今日も私は青森県三戸町からお届けしております。さて、前回に引き続きまして、人間は最初に与えられた刺激にその後の判断、行動、感情が引きずられるという話をしていきます。例えば人間は最初にイライラ、怒りなどを与えるとその後でリスクというものに対しましてとても低く見積もるという研究があります。ハーバード大学の有名な研究です。だから皆様がよく健康づくりをするときには感情の設計ということを必ずするようにしております。つまり相手に健康行動をしてほしい、健康行動ということは健康リスクというものに対しまして向き合ってほしいと考えるのであれば、不快感を一瞬たりとも与えない設計にしておいた方がずっといいです。相手を怒らせたりとかイライラさせたりすると相手はリスク愛好的な行動をとってしまいます。健康づくりとリスク愛好性というのはなかなか相性が良くないです。頭にきた、悔しいから健康になってやるとはなかなかならないです。頭にきたからどうにでもなれというふうにやけ食いをしてしまったり、酒をいっぱい飲んだり、タバコを吸ってみたりとか、そういった危険な愛好的な行動をしてしまう。これが健康の大敵です。その意味でも私たちは相手を不快にさせないアプローチということを設計する必要があります。相手のことを思うからこそあえて厳しい言葉を言う、これは確かに美しい心です。しかしその表現の中には相手を怒らせるということは極力避けた方が良さそうです。私はコンサルティングでよく健康診断の受診率を上げるにはどうしたらいいのかという質問をいただきます。ただこの質問はとても大きな質問です。大きな質問に対しましては大きな答えしかできないです。具体的にどこのポイントで誰が離脱しているのか受けないのかというのを特定する必要があります。この
離脱してるポイント、落とし穴になっている箇所をボトルネックと言います。具体的なお話をしましょう。検診のお知らせを出します。そしてそのチラシを受け取って相手が読む。そもそも読まなければそこがボトルネックになります。読んだとしても1行目で読むのをやめた、そこがまたボトルネックになります。こういうふうにどこの箇所で何パーセントの人が離脱していくのか、それを特定していくことから始めます。全員からそれを把握することは不可能に近いです。だから何人からかでもいいです。実際にどこで行動をやめているのか聞いてみることから始めてみます。相手をよく観察すること、それが第一歩になります。さて前回に引き続きまして、ボトルネック、行動をどこでやめてしまうのかの特定のお話をしていきます。相手を行動させるためには、逆に言いますと相手が行動をやめている場所、これをボトルネックと言います。このボトルネックを突き止めて、そのボトルネックを埋めることによって相手を行動へと促すことができます。実際に健康診断受けさせようとして、例えば検診受けた人には1万円あげますというふうなキャンペーンをやったとします。ものすごい手続き、労力もかかります、予算もかかります、説明責任も負います。しかしそのキャンペーンのチラシがそもそも対象者に相手に見られてなかったら効果ないですよね。相手はこの検診を受けるのが嫌なのじゃなくて、チラシを読むのが嫌だったということもよく見られます。根っからその行動が嫌だから目を背けているのではなくて、その前段階にあるちょっとしたつまずきが嫌だったということもよくあります。皆さんもそうですよね。楽しいイベントがあってそこに行きたい、でも靴に穴が開いてたら行きたくないですよね。だからその靴の穴を補正することでイベントにも行きたくなります。このように問題点を特定してそれをクリアするということがとても大切になってきます。私は今青森県三戸町に来ております。桜がまだ見れてやっぱり綺麗ですね。さて前回まで私はボトルネックの話をしました。人間は小さなつまずきで行動をやめてしまうということです。言い換えますと、ボトルネックというのは行動をやめさせるだけの強いパワーを持っています。例えば皆さんもひょっとして数学が嫌いになったとしたら、それは数学という学問そのものが嫌いだったのではなくて、教科書が命令帳だったり、あるいは先生の喋り方が気に食わなかったりとか、そういった小さなきっかけが嫌いになったということないでしょうか。この人間をつまずかせるポイントを特定して、それをなだらかにさせる。これがナッジのイメージです。私はこれまでもナッジとは明確な矢印を描くということを強調してきました。これは明確な矢印を描くことによって、相手の視線をボトルネックという落とし穴から矢印に向かって一気にボトルネックも突き抜けていくということを期待しております。今日のお話はここまでいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます。